もねくらです。今回は丸善の限定ロール版を紹介していきます。丸善のロール版はこの2つなんですけど、まずこっちね、こっちは日本橋で購入したロール版です。この2つ包装紙の柄なんですけど、もうね他の限定ロール版は全部売り切れてて、丸の内日本橋川崎に寄ったけど、この2種類以外はもうどこも置いてなかったです。でこちらは他のねロールバーンを召喚して、まあ、生贄にして交換していただいたロールバーンです。これはなんだっけね、タイポグラフィーだっけな、から荷札も全部ないの、これは。うん、こんな感じ。なんかね、日本のなんか江戸時代っぽい感じの丸善のロールバーンがあったんですけど、それが一番欲しかったんだけどね、ちょっと売り切れてて、どっかにあったら欲しいな。あとね、レモン、小説のレモンの柄も売り切れてました。残念、本当にそれは残念だな。あとこれね、総柄じゃなくてこれ1個だけの大きくプリントされてる柄もあったんですけど、それもなかったですね。もうここの2つだけが生き残りって感じでした。まあそのうちガレージセールとかやってくれ、そういうところで買え、復活とかで、ね、何か多分丸善は復活しないと思うから、もう一生買えないかもしれないし、まあ、似てる柄とかがあればいいんだけど、東京駅の柄と札幌かな、どっかの柄がすごい似てて、そんな感じで似てる柄でも出てほしいな。残念だね。まあ見ていこう。まずタイポグラフィー、これすごいかわいい、フクロウとペンと本とレモンの柄ですね。かわいい。ここのロールバーンのとこが金なのもおしゃれですね。全部ベルトっていうか、これは紺色ですね。でこれが丸善の包装紙柄。これもね、最初はねそんな欲しくなかったんだけど、ツイッターでゲットしたっていうツイートしてる人見て、ちょっと欲しいと思って購入しました。これはおまけだな。そこまで私丸善行ったことないから、これの時しか行ってないから、ちょっとよくわかんないから、そこまでね惹かれない。丸善ずっと行ってる人とか惹かれるのかもしれないねこんな感じです。いやー、気づくのが遅かったっていうのもある。最近までロールバーン集めてなかったから、あー欲しかったなーって感じです。じゃあまた次もロールバーンの動画が出ると思うので、その時にお会いしましょう。バイバイ。